お休みやめた。誰も誰も。眠いね。サリーモが眠くなったら始まるんだよ。お休みやめたです。昨日さ、寝ないって言ってたね。寝たね。え、昨日の夜さ、寝たら私がいなくなるから絶対寝ないって言ってたのに寝たね。それ寝るでしょ。そら寝るでしょ。じゃあなんであんなこと言うの。なんでって、目標と現実は違うでしょ。なんでそんな赤ちゃんみたいなこと言ってんの。あのさ、今私すごい眠たいんだけど、私を寝かしつけるような面白い話をしてくれない？そういうこと。言ってる意味が全くわからない。だから面白い話をしてってことよ。寝かしつけるようになって。そう。逆でしょ。いや、そういうもんなんだって。何が？子供っていうのはこうたっぷり気を注がれたら寝るもんなんだから。いやいや、寝かしたくないし。なんで寝かさない。だから意味がわかんないっつってんの。俺が寝かしたい前提がおかしいっつってんの。だから面白い話を聞かせてって。わかった。富士壺って知ってる？知ってる。あのさ、私さ、自分が前世富士壺だったんじゃないかなって思う時があるんだよね。わかんないけど。似てる。いや、なんか記憶がある。富士壺の気持ちがなんかわかる。え、じゃあ富士壺の富士って富士山の富士でしょ？あ、そうなの。だって形が富士山じゃん。富士壺って。あ、だから富士壺っていうの？そうでしょ。あ、それ初めて知った。じゃあ前世す違うでしょ。だってそれ富士壺以外の人がつけた名前だから。俺富士壺に、富士山に似てるなって思わなかった。富士壺って、あのね、そんなね複雑なこと考えてないって。あ、どんなこと考えてる？だからその水の中にじっとしてるから。じっとで動かないでしょ、富士壺。だから固定だよ。そう、だからなんかね、富士壺の気持ちとしては、なんかすごい単細胞な感じなの。ああ、それはそうなんだ。で、なんか眠たい時とか、すごくプリミティブな気持ちの時、人間って全部ほら、哺乳類とか、爬虫類とか全部通ってきてるわけじゃん。そう、古い脳が残ってるわけでしょ。だから男の人たちは闘争、喧嘩するのが好きだったりとかさ、するのと同じで、私も富士壺だった頃なわけよ。あれ、なんで私が面白い話をしてるの。いや、そこまで面白くない。そこまで面白くない。皆さん聞きました。これがチャリーボの冷たいところです。そこまで面白くない。あ、じゃあちっとも面白くなかったんだね。いやいや、じゃあ私が、興味深いけど、私が、前座を務めたところで、チャリモの面白い話。面白い。真打ち登場。面白い話ね。お酒を飲んで、記憶をなくしたことってある？ない。ない。一度もない。一回 やってみたい。じゃあお酒じゃなくてもいいけど、気を失うとか記憶を失ったことってある？寝てるってことならあるけど。あ、じゃあ何日ぐらい寝たことある？3日ぐらい。あ、その階段から落ちた。そうそう。それは寝てた感じだったの？いや、はっと気がついたら3日経ってたって感じだった。で、周りの人がもう心配そうに見てた。そんな感じ。やばい、昏睡状態ですか？やばかったみたい。どう？でも記憶はあったんでしょ。そう、まあ寝てる間ではなくて寝る前の。ああ、わかんない。ないかもしれない。階段から落ちた時、階段から落ちた時は大したことないと思ったけど、家に帰って寝たらそのまま。おお、やばいね。綺麗。綺麗。何の？え？さっき
の人だな。でも見とれようとしてたから危険な車がいました。チャリーもその面白い話。それでいやいや、俺もお酒で記憶を失ったことがないんだよ。よくいるよね、お酒飲んだら覚えてないって人たち、うん、よくいるんだ。その人たちがすごい羨ましい。いや、でもね、お酒を飲んで記憶を失うタイプの人って、うん、すごい危険なんだって。あ、やっぱり、うん、脳が、うん、やっぱりそこの部分の欠落があるってことで、うん、ボケやすいとか、うん、脳の病気になりやすいとか、うんうん、ってことは統計的に認められたんだ最近。バスの運転手さんとかまずいね。そうなっちゃうね。だから憧れてたんだけど、もともと飲みすぎ、飲みが足りないとかではなくて、もともとなっちゃう人はなっちゃう、らしいので、うん、皆さんもお気をつけください。ではさよなら。え、終われない。面白い話じゃなくて興味深い話だね。今日興味深い話。今日興味深い話。今日興味深い話。ライム踏んだけどダメだねこれ。ライム踏んだ。なんか間違ってた。間違ってた。ライム踏んだ。ライム踏んだって言わないの。韻を踏んだ。え？韻を踏むことをライミング。うん。ライムを踏む。ああ面白い。天才だね。天才だね。ライムを踏むってこれから流行るかもしれない。ライム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 。ライムがせっせ。ライムすごい好きだな私、ね、もしお家を持つことがあったらライム植えたいけど。あ、そっちのライムか、うん、レモンとライム欲しいけど、温室がないとダメだね多分。温室で植えたらいいじゃん。温室とか世話できなさそう私。温室やっぱ世話いるんだね。わかんない。あ、いるよ。だってパッションフルーツ農家に、あ、行ったもんね、うん、取材に行ったことあるんだけど、屋久島のね、うん、お寺さんとすごい大変そうだったね。でしょうでしょう、うん、世の中みんな難しいことをやってる人がいっぱいいるよね。そうだね。そういう人たちから見たら私が歌ってるのもすごい難しいことに見えるんだろうね。いやいやいや、本当にそうだよ。餅は餅やってやつです。そうそう、まさにそういうことだった。だから昔の人が言ってる言葉って餅は餅やとかすごく簡単に言ってるけど本当に芯をついてるというか、昔の人の言葉ってすごいんだよ。あ、チャリーム絶対これできないってことある。広川太一郎のモノマネ。今似てるけどね。できない。私が絶対無理だと思ってたのが営業職は無理だなと思って。いやすごい向いてるって言われるんだよ。向いてる向いてる。だ自分がいいと思ったものは、そうなんだよ、ね、営業職って自分がいいと思ってないものも売らなきゃいけない場合があるから、うん、それは難しいかもね。でもなんかやっぱ営業職をこう楽しそうにこなしてる人は、うん、ちょっと惚れるかも私。それは自分がいいと思ってないものを売ってる場合でも、そのいいと思ってないとかっていうところも超えちゃってる感じがちょっとセクシーかも。まあ分からなくもない。なんか全然そのいろいろなことの定義が違う感じがして、そう、アートできそうもないこと、絵もできそうもなかったしダンスもできそうもなかったけど今大好きだしな。チャリームは何？できそうもないこと？うん、いや俺ね、踊りが苦手なの。あ、
タバコ忘れないかも。なんでそれ持ってくるの。踊りか。身のこなしが悪いね。そんなことないよ。いや悪いんだ。一緒に行くじゃん、コンタクトインプロビゼーション。でも身のこなしが悪いなと思ってる自分で。そんなこと言ったら私だってそうだよ。いやすごく身のこなしがいい。私？うん。ギクシャクしてない。いや全然してない。あ、そうなの。うん。すごくいい。そう思ってるな、チャリ。いや、みんなに抱きつかれるじゃん。意味がわからない。それはどんくさいからでは。なんで抱きつかれる。あなたの得意なこととあなたのできそうもないことは何ですか？教えてね。ソフトクリーム屋さん。ああ、ソフトクリーム屋さんなりたい。なりたいね。これは難しいなっていうか、餃子屋さん。ああ、一瞬で食べられちゃうね、餃子。餃子包みは無理、私は。綺麗に同じ形に100個ぐらい作ることとか無理、私には。全部違う形にしなさいって言ったら得意。知ってる。この前シューマイを作ったよって言って私がね、そうシューマイを作ったよって LINE が来て、晩ご飯はシューマイだよって LINE が来て、楽しみに帰ってったら鍋がテーブルの上にドーンって出てきて、大きい鍋が出てきて、中にひき肉のなんか固まったのと、なんだっけ、キャベツ、白菜が炒め煮みたいな感じのが出てきて、で俺と子供とお母さんがキョトンとしてて、シューマイって言ってたよねって言って、そしたら これがシューマイだよとかって、新しいタイプのシューマイがあれくっついちゃったんだったっけ。くっつくとかいう、もう次元の問題ではなかった。シューマイの中の種を、種だね。まず私がシューマイって言ったら皮なしシューマイなんだよね、いつもね。なんかおかしな動きをする人がいっぱいいるなって。ハザード出してもらった。危険だな。あ、もしかして落とそう気分か。それでシューマイが、シューマイは皮なしシューマイなんだ。皮がなかったらシューマイって言わない。でも前はそれで美味しいって言ってたよ。で、それを一個一個丸めるのが面倒くさくてまとめて出しちゃったんだよ。シューマイではなかった。何だったのじゃあ。なんだろう、もうみんなもうなんか唖然として食べてたよね。シューマイって言ったよね。とにかく細かい作業は無理だろ。指がでかいの。食べたけどシューマイが食べたい人は来てください。じゃあもうおしまい。バイバイ。